番、4番、6番、5番です。スタートしました。ややダッシュの3艇が覗いたスタートもスロー3艇遅れていません。伸び返してインから先前、1番の岡部が逃げる、まくってく3番山田、山田がまくってく、さらに内をついて2番の黒井ですが、ここは振り切って1番の岡部が逃げる展開。スタートは前提正常でした。二点審査、二番トラス、内から二番の黒井が、さあ、ここは山田の内、並んできました、二幕の旋回です。先頭まで競りかけた黒井でしたが、これは一番の壁振り切る。そして黒井はちょっと二幕流れてしまいました。三番山田が刺して二番手、ここで大きく抜け出す展開。二番の黒井、だいぶ差が開いての三番手になりました。二、三番手差は四点審ほど。二周一幕の旋回です。先頭で1番の岡部、2番手で3番山田が追いかける動き。さあ先頭2番手少し差が詰まっています。そして後方では1マークはアクシデントが出ています。1マークアクシデントがありまして、上位3艇は変わりません。これから2周2マークです。なお4番の松本は妨害のため失格です。また5番のもみ山は転覆のため失格です。このレース2周1幕、4番松本が妨害失格、5番もみ山が転覆失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。さゆうち1番坂本踏み込みすぎました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1番坂本に対して3番の次がまくってきまして、2番の金子の差しは届かずバックスイッチに入ってきまして、しかしお知らせです。お知らせいたします。1番の坂本、1番坂本フライング返還欠場です。1番に関する投票券返還になります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。大キック、そして456です。スタートまで残りは2秒、スタートしました。3コースから外がいいスタートになりました。1マークへと向かっていきます。1番馬の陰線です。2番の岩永が差し構えです。3番今泉に5番の片橋と、おったー、危ない、2艇アクシデントです。3番今泉と5番の片足、そして先頭争いですけれども、1番馬とその内側、2番の岩永、内枠両者の先頭争い、3番手が6番の高橋、なおスタートは前提正常でした。1周2マーク突破争いですが、2番の岩永内側から先制していきまして、1番の馬を突き放します。そして3番手ですけれども6番の高橋がキープしまして、2番、1番、6番でレースは2周回目に入ります。なおこのレース、3番の今泉と5番の片足転覆のため失格となりまして、1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。インコースは速いんです。1号艇の森本は速かった。先行するもただいまのスタート問題があったのようです。お知らせいたします。1号艇の森本はフライングのため返還欠場。1号艇はフライング、1に関する投票権はすべて払い戻し返還です。大切にお持ちください。4日間の勝利決戦です。マクール杯初日の争いは終盤戦に移りまして、勝ったは第10レース予選特勝です。なおこのカード、2号艇の佐藤王は全レース負傷のため欠場、したがって5選手による戦いとなります。10レース5艇立て競争です。
1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。3号艇の松戸理工スタートを切っています。6号艇の中島もインスタートです。インからまずは逃げ体勢、1号艇堀本、マクル3号艇松戸里、サス2号艇の松尾に、間からは5号艇の板倉、最内4号艇の坂本です。先頭3号艇松戸里勇気がもうすでに5艇身とリードを取って単独で先頭です。2号艇の松尾と1号艇堀本2番手争い、4番手争いも6号艇中島、4号艇坂本並んでスタートは正常です。3号艇の松戸里が先頭、2号艇の松尾の外に1号艇堀本、内から4号艇坂本、6号艇中島です。2番手2号艇の松尾満、3番手1号艇の堀本わずかに前、内から迫る4号艇の坂本、外に切り替えて間から6号艇の中島が追走して2周1マークに向かっています。3号艇町取り、2号艇松尾先頭2番手、コーナー詰め寄った1号艇堀本と4号艇の坂本、その内を6号艇中島が続いていきます。3番手争いは1号艇の堀本優也が2停止前、3番2番1番の体型、6号艇中島が迫って4番手、その後ろ5号艇板倉、4号艇坂本は最後方に後退しています。3号艇の松戸里が先頭です。2号艇松尾2番手、1号艇堀本の外、6号艇の中島が握っていきます。うち1号艇の堀本に並んだ6号艇の中島、3番手争い最終周回まで続いていきます。先頭3号艇の松戸里、2番手が2号艇の松尾です。3番手争いが続いていますが、1号艇の堀本が内、外、ここも握っていきます。6号艇の中島です。内、踏ん張る1号艇堀本、外、ちょっと手バタついていますが、6号艇の中島ちょっとバランスを崩して、6号艇の中島アクシデントです。1号艇の堀本は3番手、3、2、1の体型、6号艇中島にアクシデント。3番、2番、1番の体型、ホームストレッチに戻って、3、2、1、3、2、1の体型で第6レース間もなくゴールです。先頭3番松戸が5輪、2番手2番松尾が5輪、3番手1番堀本で5輪、5番板倉、4番坂本、ラストで5輪です。なお6番は失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番、第5レース午後1琵琶湖スタートしました。まずインから1番の島村、外より5番の角山もいいスタートが1周の1マークへ。押し切る1番の島村です。島村が押し切っていきます。ちょっと3番5番がもつれました。なおスタートは正常です。一周1マークでアクシデントがありました。現在上位3艇が1番2番4番、その後6番、そして5番です。一周の1マークアクシデントがありました。スタートは正常です。第1ターンマーク折り返し、1番2番そして6番4番の順。なお3号艇の三笘輝之選手が一周の1マークでアクシデント、落水失格のものです。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。わずかに5コースがトップスタート、5号艇香川、その外6コースから6号艇足立、1マーク1号艇赤澤逃げて、さす2号艇インド、外前は3号艇宇野、内側から4号艇久保田、バックスレッチへとありますが、先頭2号艇インド千秋が単独、そして2番手ですが、わずかに3号艇宇野が優勢も、内側から4号艇、さらには6号艇足立が追走。なお5レーススタートは正常です。一周にマーク先頭は2号艇インド、内側から6号艇足立、外前3号艇宇野、ホームスレッチへと確定戻ります。先頭は2号艇インド、そして2番手争いですが、わずかに外優勢3号艇宇野、内側から6号艇足立、さらには4号艇久保田が追走。レースは2周目に入っています。21マーク先頭は2号艇インド、2番手争いセンターから3号艇宇野、アウトから6号艇足立、インからは4号艇久保田ですが、2番手ここで3号艇宇野がリードを取ります。そして3番手6号艇足立が単独、上位台形は2番3番6番の体勢です。後方4号艇5号艇1号艇でレースは2周にマーク。先頭は独走体勢です。2号艇インド、2番手からは3号艇宇野、そして3番手には6号艇足立、ホームスレッチへと戻ります。上位台形2番3番6番、最終周回へと移ります。一定進歩とのスタートでした。先頭は2号艇インド千秋、3周1マーから無法上面、2番手追走3号艇宇野弥生、3番手からは6号艇足立美穂となっています。確定向こう上面、上位体系は2番3番6番の体勢となっています。後方アクシデントとなっています。レースはこれよりラストコーナーへと移ります。後方アクシデントとなっています。ラストコーナーからホームスレッチ、目下のところ2番3番6番の体勢となっています。
先頭2番インド五輪、2着3番宇野五輪、3着6番足立五輪、1番赤澤五輪、5番香川五輪、なお候補アクシデントとなっています。お知らせいたします。4号艇久保田美希転覆失格、4号艇久保田は転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。予選特徴の第10レース早いスタートあります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。フライング艇があります、複数艇あります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。お知らせをいたします。3号艇の郷原翔平、4号艇の渡辺悟、5号艇の楠原正隆、なんと3番4番5番フライングのため変換欠場です。3番4番5番に関する投票券発売額と同額で変換です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。アウト。1番2番3番4番6番5番スタートしました。4番6番5番とダッシュの3艇スタート揃えています。内2艇がへこんで出ていくのは3番4番6番、さあ1枠逃げる1号艇宮田をまくった3号艇鈴谷、内側から2番4番6番とちょっともつれ合ってしまっています。その間に先頭は4番5番3番の戦い、スタートは前提正常でした。1マーク付近では2艇がもつれ合って取り残されています。これから2マークの旋回、先頭争いから5号艇の山田が先前に出て内に入ろうと3号艇の鈴谷、そして5号艇も大きくバランス崩してアクシデントとなってしまいました。レースの方はこれから2周目、先頭には3号艇の鈴谷となります。トップ3号艇鈴谷、2番手1号艇宮田、4号艇の中川が現在3番手、そして2周の1マークでは1艇取り残されています。その自己艇の外を回して先頭は3号艇の鈴谷です。なお2番前原は転覆のため失格となっています。5番の山田も転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番スタートしました。1番2番3番とかなり踏み込んだスタートを見せました。これは早すぎるスタートもあります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。1号艇の実森美優フライング変換欠場です。1番に関する投票券はすべて発売額と同額で変換いたします。どうぞ大切にお持ちください。バクラリ3対3スタートしていきました。若干1番と5番がスリットでは覗いていました。1マークに向けては最初に1号艇石橋が旋回、3号艇岡田まくり差しのハンドルになります。2番5番と続くターンになりました。トップ争いとなった3番と1番ですが少し1号艇の石橋が先行、引いて外に開いた3号艇の岡田、その後方は5号艇の楠原、6号艇松村、あとは4番後藤、2番川田です。スタートは前提正常でした。2マークを運んで1号艇の石橋リード、追走は3号艇の岡田、3番手の方は5番6番6番5番と2艇ラップでレースは2周目の攻防です。3着争いになりました。内に6号艇松村、外は5号艇の楠原で2周1マーク、握ろうといった5番を抑えてインから運んだ6号艇松村先行、内から4番後藤が迫りましたが3番手を取ったのは6番松村となっています。上位体系1番3番6番の順、後ろは4号艇5号艇2号艇で2周目第2ターンマーク、先頭は1号艇石橋、追走に3号艇の岡田、3番手は6号艇の松村とホームスレッジへ戻っています。後続艇も連れていますが4番手以降は現在5号艇の津原、4号艇後藤、2号艇川田で続いて最終周回1マークの旋回です。しっかりとここは逃げ切りトップとなった1号艇の石橋道友、今シリーズの3勝目を迎えます。追走は3番6番1艇アクシデント起こっていますが前の体型は1番3番6番、その後5号艇4号艇となっています。なお2号艇の川田は3周1マークで転覆失格となりました。